松本裕樹です。皆さんこんばんは、江口拓也です。ミックスチャンネルとは900万人が使うライブ動画配信アプリです。はい、いつでも無料で人気のライブ配信を見ることができ、またスマホ一つで簡単に自分でもライブ配信ができます。はい、気になるライブ配信にはリアルタイムでコメントを送って配信者と仲良くなることだってできちゃいます。そしてこの安本裕樹、江口拓也のミクチャラジオはミックスチャンネルをより多くの皆さんに広めていくための番組でございます。さあ11月に入りました。かなり寒くなりました。はい、さあ、はい、この流れで何か話せることはありませんか？でも、はい、どうした？思うことがあるんですよ。何でしょう？東京の、最近のマンションの、あの、暖かさを保つ力？寒くなくないですか？部屋に入ると。そうですね。そんなに。なんか、僕の、その実家の頃って、はい、もう隙間風とか。そうですね。なんかもう、古い作りだったんですよ。うん、日本家屋のすごい古い作りで。とにかく寒かったんですよ、家の中が。はい。だからもう、常にストーブつけてて、常に電気毛布つけてたんですけど、今もう電気毛布使わなくなりましたもんね、なんかね。いいですか、それで。ほいでほいで。ほいでほいで。そんな掘ることあります？そんな掘ることいや、でも確かにね、最近のマンション暖かいですよ。しっかりね、密閉性、気密性といいんですか。そうなんですよ。てますか。僕もだってまだ、去年とかだとほら、暖房入れてねえんじゃねえ。入れた、あんま入れてないと思う。それはそれで。基本エアコンも暖房も入れない生活だから嫌だと。強すぎじゃないですか、それ。最初、夏場エアリズム着てりゃなんとかなって、冬場ヒートテック着てりゃなんとかなって。超人の過ごし方ですよ。そうね、ユニクロさえあれば生きていける。さあ、メール読みましょうかね。はい、これ、ゆうかさん。はい。エグスさん、キラミユンリーディングライブ2日間お疲れ様でした。ありがとうございます、結構もう経ちましたけれどもね、今年はライブビューイングで見させていただきましたよと、はい、ありがとうございます。同じ作品なのに A チームと B チームがあんなに雰囲気変わるなんてお芝居って面白いなと思いました、はい、今年は原案で神谷さん原案を神谷さんが担当されたということ で、ね、ファンの皆さんの期待も大きかったのではないかと思います、はい、エリートの江口さんすごくかっこよかったです。ありがとうございます。安本さんも去年作曲を出演されていましたね、うん、稽古の段階で別チームのお芝居を見たりお互いに意見交換をし合ったりするのでしょうか、うん、公演を終えての感想や思い出話ぜひ聞かせてください。だっていや、もう今回は、うん、とにかくあのゲストの方あの飛田さんね、飛田信夫さんが、うん、中井さんと飛田さんでしょ。そうです。あと坂口大輔さんと さんあと、まあ、野島健二さんとっていう4人の方がゲストでいらっしゃって、飛田さん見たかったな。相葉の飛田さん俺見たことないからちょっと見たかったな。いやー、今回同じチームだった。あ、そうだったんだ。やっぱり A チーム B チームみたいな感じであったんですけれども、もう最初から最後までもう常にね教師って役だったんですけれどもね、今回はなんか多重人格というか、一人の人格の中にいろんな人格の人がいてっていうことが最終的なオチみたいな感じだったんですけど、なるほど。最初なんかこうエレベーターから人が降りてきて、それと入れ違いで人がマンションのそのまた部屋のドアから出てってっていう繰り返してって、エレベーターに出てったらそのなんか人格が出てくるみたいな。なるほどなるほどなるほど。で途中でエレベーター壊れちゃって、エレベーターが動かなくなったって言って住人で話してるうちに、実は俺たちは人格の一人だったっていうことを気づいていってみたいな。なるほどね、はい、で精神科医がなんかその中に入ってきてっていう話だったんですけど、結構難しい話だったんですけど、まあ教師が中心、その人格の中心でみんなをまとめていく役だったんで。そうだったんだ。だからもう飛田さんがとにかくもうその慈愛で包んでいく感じ。たまらなかったですね。楽しかったですね。ね、鳥海浩介さんとよく話してるんですけど、飛田さんはもしかしたら究極の声優像の一人じゃないかと。ああ、本当の飛田さんがどこかわからない。確かに。何でもできすぎて。だから今回そのそれぞれの人格がどんどん統合されていって、教師に統合されていくんですけど、飛田さんがだからみんなが演じてる役のスパイスを抽出して言葉を喋るところがあるんですけど、なるほどなるほど。もうそのなんか乗り移り具合が本当にすごくて。感動しましたね。これちっちゃい飛田さんといえばね、はい、ゼータガンダムの神呼びなんでおなじみでございますけど、はい、それの印象があって初めてお会いした時に、はい、飛田さんおじいちゃんみたいなキャラだったのね、はいはい、あれこれえあれっつって思って、で後日だったら若者をやってたり、はい、某ネオロマンスとかだった時はもうシュッとした人をやってたりとか、はい、おどこがどこか分からないの飛田さんって本当に素晴らしいと思えばズバリって言ってますしね。ズバリって言ってわからないってレンジが広すぎてすごい役者さんでございますがね、はい、中井さんの方も数長いの方も見たかったですけどね。はい、乱暴者っていう役でね。ああなるほどね。すでに荒々しい役だったんですよ。かっこよかったな。いろんなゲストのね立ち位置があったみたいですけどね。はい、見に来てください。久しぶりに改めてお礼言いなさい。ありがとうございました。はい、では始めていきましょう。安本裕樹、江口拓也のミクチャラジオスタート。
安本博樹、江口拓也のミクチャラジオ。この番組はミックスチャンネルの提供でお送りします。ミックスチャンネルは600万人が使う国内最大級のライブ動画配信アプリ。無料で人気のライブ配信や動画が見れたり、スマホ一つで簡単にライブ配信ができちゃう。ライブ配信では気になる配信者とリアルタイムでコミュニケーション、コメントやスタンプを送って応援しよう。さまざまなジャンルがあるので気になる配信も見つかるはず。アプリではたくさんのコンテストやオーディションも開催中。テレビアニメ出演権をかけたオーディションや、有名ボカロプロデューサーの書き下ろし楽曲デビューをかけたコンテストなど、夢を叶える企画も満載。あなたの楽しいが見つかるライブ動画配信アプリミックスチャンネル、アップストア、グーグルプレイで今すぐ無料でダウンロード。ミクチャで検索。安本博樹、江口拓也のミクチャラジオ。改めまして安本博樹です。改めまして江口拓也です。さあさあさあ、皆さんからのメールをぬるっと読んでいきましょう。はい、茶人ネーム京香さんからいただきました。ありがとうございます。安本さん、江口さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。毎週楽しく聞いております。人生で初めてラジオにメールを送ります。ありがとうございます。初めて奪っちまったぜ。ありがとうございます。私は今年の春に高校を卒業したのですが、うん、私が通っていた高校では 1,2 年生の冬になると、うんうん、ロードレース大会が開かれ、ロードレース、はい、制限時間付きで女子が約7キロ、男子が約10キロを走る行事があります。はいはいはい、私は運動自体は、苦手とはいえ嫌いではなかったので、うん、ロードレース大会はすごく憂鬱でした。そこで質問なのですが、安本さん、江口さんは高校時代に嫌だった学校行事ありましたか？よければ教えていただけると幸いです。ロードレース。これマラソン、それとも自転車？もうでも、でも、ね、ロードレースって言うとちょっと自転車のイメージありますけど、うん、7キロと10キロってことは、もう、走るのかな、ね、チャリでね、して7キロ、10キロ、ちょっと頑張りゃいけっからな。いけちゃいますね。なんなら、10キロって僕のあの、高校を通う、通学しちゃうレベルだよな。はい。完全に毎日1時間弱ぐらいかけて、高校通ってましたからね、うん、往復2時間で。はい、じゃあ走んのかな。そうだと思いますね。マラソン大会、うちなかったんですよね。ありました？ありました、ありました。小学校の時はあったんだけど、はい、中高はなかったな。体育祭も好きだった。私な、俺嫌いな行事ってよくよく考えてあんまなかったんだよな。学校好きだ。中高6年間俺、学校休んでねえもん。わあ、まあ、確かにね。僕も休んだことはなかったんですけど、うん、やっぱ僕は憂鬱でしたね、なんか。あ、そう。つまんなくて、なんか。何が？授業と、なんか、決まった時間に、投稿して、はいはいはい、決まった時間に、毎回こう区切られて終わってっていう、うん、その毎日のこの、なんだろう、変わらぬ日々みたいなものに、すごいストレスを感じてしまった。尾崎かよ。言いようのないこの気持ちは何なんだ。尾崎かよ。感じで、早くこの、ね、退屈な日常から。支配からの卒業かよ。支配から卒業したい。卒業したい。早く東京に行きたい。ずっと思ってましたからね。俺は、それは、それでも、それは考えがないわけじゃないんだけど、はい、考えなくて済むから楽だなと思った。ああ、だから。制服もあるし。いや、大人なんですよ。だから、一歩先行ってるんですよ、考え方。与えられたものをクリアしておけば、何も文句言われないし。そのシステムに気づけないんですよ。だ、何の人は。空いた時間、やることやっとき空いた時間ないやっても怒られないし。楽だなと思って。いやいや、その考え方ができたら多分楽しめるんでしょうね。多分俺サラリーマンやったら出世するんだろうな。一生懸命やるんだろうね。パーフェクトだと思いますよ、もう。怒られないように生きちゃうから。安本さん何でもできるから。憂鬱なもんなかった。特に嫌いだった。大会とかは？ただもうな、体を動かすのも嫌いで。ただ、体育の授業は勉強じゃなかったから、うん、遊びみたいな授業は好きでした。バドミントンとか。はあ、はあはあははあ、でも、江口のとこ、凶悪だもんね。凶悪というと。凶悪だもんね。あ、凶悪、あ、そうですね。ごめんごめん。凶悪ですね。だから、ちゃかついてた？全然ちゃかつけなかったんですよ。なんか、なんだろう、高校の時好きな女子できなくて。え？そっちだったの？いや、違います。違います、違います。そういうことじゃないです。あ、本当？そっちではないです。バチバチに好きでしたけど、女性のことはバチバチに好きでしたけど、全然好きな人ができなくて、いやだからもう、より通うの楽しさの、中学の時は好きな人いたから、やっぱちょっとの多少の楽しみはあったんですよ。うんうんうん、同じクラスになった時もあったんで、
そこが楽しかったんですけどね、それ以外の楽しみ、まあ、それがなくなった時点、もう高校はもう全然楽しかった。でも、そういうふうな、その理論値で行かれると、はい、中高6年間男子校なのに、楽しかった俺ちょっと気持ち悪いことになる。その論理やめてもらえないから。うわーいって。俺の方がやべえことやっちゃう。流れ玉で被弾させるのやめてくれよ。でもなんか安野さんモテそうですね。まあ、モテたはいたな。あやうい、デンジャラスなやつはいたよ。デンジャラスお兄さんがいた。いました、それは。やったら俺のものを畳む後輩とか。けなげ。危ういで雰囲気はありますね。よかったですね。まあね、まあ、無事に生きておりますけど、ね。よかったですね。じゃあもう一個メール。こちらは、トリセエンドちゃん。はい、チャラジオネーム、トリセエンドさん。ありがとうございます。先日部屋の掃除をしたら空のティッシュ箱が8個も出てきました。8個も出てきました。なんで？すぐに大量の空のペットボトルコレクションをしていた江口さんを思い出しました。ちょっと江口さん、最近お家はどうですか？いやもう部屋を綺麗に保つコツがありましたら教えてください。綺麗ですか？本当に今はもういつでも来てください。本当ですか？ウェルカムトゥー、ようこそ江口パークですよ。もう番組で来る。まあ、音声だけなら全然ね。いやいや、どこに住んでるからバレない。生配信はしないなんで生配信や。いや、ない。ちょっと生配信やめて。さあ、メイクは入れてあげるから。いやいやいや、そういう問題じゃないです。そういう問題じゃないですよ。スタッフ全員で行きます。入るかな。入らないですよ、そんなに。で、あのクライアント、ミクチャサイドの一番偉い人を江口のお風呂に入れます。やだやだちょっと西山幸太郎が入ったでおなじみのお風呂に入れます。なんで西山幸太郎くん入ったんだろう。よくわかんないんだよ。幸太郎くんが本当にわかんなくてね。まあね、公開録音ゲストで来てくださいますけれども、僕の引っ越ししたてですよ、まさに。遊びに来て、あ、この綺麗な部屋ですね、パイセンとか言って、うん。で、しばらくいたら、じゃあそろそろ帰りたいと思うんで、お風呂入っていいですかとか言って。なんでよ。トリッキーなんだよな。なんで帰るからお風呂に入るのか意味わかんないみたい。いや、ちょっと入りたくてって言って。よくわかんないんだよな。なんでだろうね。帰るときに風呂入るの。最後の思い出みたいな。マーキングかな。まあそうですね。あの、引っ越したての部屋の風呂に入りたかったんでしょうね。危ういしそうだな、ね。危ないやつなんですけど、ね。最近ペットボトルは捨ててますか？捨ててます。捨ててますよ、本当に。本当ですか？はい。まあ、捨ててるって言っても、その、5リットルぐらいの、うん、袋の中にもうぶち込んで、ね、はいはいはい、そして置いてあるって感じですね。で、パンパンになったら捨てる、みたいな感じなんで。なるほどね。45でかくねっすか？まあまあパンパンに入りますね。だから結構な。マンションのペットボトル置き場もう一人で占有するんじゃないですか、それ。ごめんなさいって言いながらね。ガシャ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 って。たまるたまるってなりますけれども。だから最近はちゃんと、一回一回袋に入れる癖をつけようっていう大人になったんだ。あ、もう置きっぱりしないと。そう、一旦台所のなんか料理するスペースにこう重ねない、並べておいてってのやんないで、はい、すぐしまう。そう、すぐ捨てる。すぐ、ちょっと残ってたら捨てて、空にして、水洗いして、捨てるって。なるほどね。もう大人ですよ。うん、普通ですね。ようやくそのシステム、自分の中に腑に落ちてきたんで、いや、この調子で頑張りたいなと思いますけれどもね。豆に捨てるがコツだそうです。はい、もう一枚読みたいと思います。ラジオネーム、ミラクルプリンさんからいただきました。ありがとうございます。安野さん、ゆきさん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、お菓子のボーロってどのようにして食べますか？ボーロ、はいはいはい。というのも、はいはい、私はスーパーの休憩所にいた時、隣に座っていた女性が、ボーロを砕いて食べていたのです。砕く？あまりにも自然な動きだったので、ボーロって砕いて食べるものだっけと一瞬考えてしまいました。でもやっぱりボーロは食べやすいようにあの形になっているわけなので、砕かないで食べるのが主流だと思います。ボーロってのはちっちゃいやつだよね。丸いやつですよね。サクサクしたミルクっぽいやつだよね。はい、バーンってこう。ってことなのかな。砕いて食べるんですよね。サラ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 。あ、そうだ。でも、やりたくなる気持ちはわかります。俺は噛まないで、ふやかしてた、口の中で。あ、舌の上に置いて、トローチみたいにして食べる。なんかふやかして、はい、へにゃってって。わかります。いろんな食べ方ありますよね。なんかサクサク食ってた。あれ、サクサク食うとなんか、まとわりつく感じするんだよな、なんか。ああ、確かにそれはありますね。なんだろう、僕も、ほぼほぼ、ふやかしてましたね。はいはいはい。でも、サラサラパターンもなんとなくありました。いや、要は、多分、結構な量あるじゃないですか。バリエーションってことなのかな？そうなんですよ。飽きるんだと思うんですよね。
だからこうやってそれこそサラサラ砕いてサラサラでも食うのは見たことはビジュアルビビるけどな。え、何やってんだろうつってなるけどね。ああそうですね、外でやってたら多分ってなりますけど、家ではやってましたね。 あといつ食ったんだろうね、卵ボール。買った記憶ねえけど、なんか食ったことあるな。小さい頃ですかね。買った記憶はないよ。確かに自分では買ってないかも。なんかね、青い色のウサギちゃんみたいな、なんか。どこで、グピラムネ、グピラムネじゃなくてそれ。え？それラムネでしたっけ？グピラムネじゃなくてそれ。いろいろ混同してる。でもなんかね。何せをいつ買ったんだろう。すごい。なんか、みんな食べたことあるのに、いつ、買ったか。食べ方問題で言うと、それこそさ、もう、まあ、キノコ、タケノコ論争になりますけど。出た。キノコどうやって食いますか？キノコさんは、チョコだけ取ります。やっぱそっちか。はい。一撃の元にはいかないか。チョコだけ取る派ですね。はい。そして、ちょっとついたやつを全部溶かして。はいはいはい。スティックを作って。スティックを作って。はい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 。いますね、そういう人ね。はい。あれは、オレオは？あ、オレオは、パカッて開けて、中心の、白いのだけ食べて、あとは、黒い、白い、オレオの中心にある白いのあるじゃないですか。はいはいはい、あれを剥がして、それだけ食べるんですよ。で、あとは黒い丸を二つ重ねて食べる。はい、ただのココア。そう。ただの苦い感じのやつなんですけど、そのなんか、ビターテイストが美味しくて。俺パカッと外すまでありますけど、はい、宣伝でやってたせいでなんかこう、シュッてすくって。おしゃれ。おしゃれ、シュッてすくって食べちゃって。ディップするやつ。これよくよく考えてこれただ普通に食っても一緒なんだよなと思いながら、俺はそれやっちゃうんです。もしくは俺はもう口の中でちょっとふやかす。ふやかしがち。皆さんもね、ちょっと面白い食べ方があるお菓子があったら送ってください。はい。じゃあもう一個行きましょうか。はい。こちらはカレー屋で、猫と二人さん。チャローネームカレー屋で猫と二人さん。はい。安野さん、ゆくさん、こんばんは。こんばんは。今週のリクエスト、ね、だからさ、何今週のリクエストだよ。今週のリクエストですか。マイリトルラバーのマン&ウーマンをお願いします。あ、懐かしいな。確か CM で私脱いだらすごいんですのフレーズが頭に残り、子供の頃はエロい曲だと思っていました。お二人は脱いだらすごいですかって。どんな、何が聞いてんだよ。懐かしい。マイリトルラバーさんはね、活動休止して、もう一回復活したりとかね。いやー、懐かしいなー。聞いたことあるってなりますもんね。なんか、この頃はまだ僕もちょっと、やっぱり、あんまりその音楽に対して、詳しくなかったんですけど。はいはいはい、はい。やっぱそれでも残ってますもんね、耳にね。CM 曲が今よりもずっと印象強いよね、なんか。強烈に残ってますね。今ほど見るものがさ、それこそ動画とか何もないからさ、いやいや、選択肢がテレビしかなくてさ。テレビしかなかった。テレビか、ファミコン、スーファミみたいな。ゲームかテレビかラジオしかないんだから、はい、全部、まずゲーム以外でラジオとテレビは同じもんかかってんじゃん。そうですね。ずっとそれいつの間にか刷り込まれてるっていうので、メガヒットもいっぱい生まれたんでしょう。確かになその中の一つがこちらの曲ですけど、わかりました。かけましょう。優しい。本日レンディング決まりましたね。楽しみに待っていてください。はい。これからもミックスチャンネルに関すること、僕たちに関することなどたくさんのメールをお待ちしております。ガスモデルゲージスタグのミクチャラジオ。ミクチャラボ。この番組からミックスチャンネルにお題をアップして皆さんに投稿してもらうコーナーです。お願いします。今週はこちらのお題を発表します。そう、第2回ミクチャラジオプレゼンツライブ配信コンテスト。なるほどなるほど、お題を先に発表するパターンね。そうなんですよ、はい、第1回のイケボカワボナンバーワン決定戦のね、ご参加まずはありがとうございました。そうですよ、近いうちにですね、結果をこの番組でも取り上げたいと思います。そうだ、まだ、ね、楽しみにしてください。いじってないですかね。はい、そんな中でね、第2回のテーマ発表したいと思いますけれども、ね、はい、こちらです。クリスマスの夢、自分の曲がイブにラジオでオンエア。なるほど。なんとですね、このミクチャラジオ、はい、12月の24日に放送されるみたいなんですよ。なるほど。それに先駆けましてね、はいはいはい、ミクチャラジオにこの電話出演して自分の部屋、出演、自分の音楽がオンエアできるという夢のようなコンテストになったんです。おー、考え方によっちゃ地獄のような。
24日。誰が聞いてるんでしょうね。やめてください。24日の深夜に。やめてください。そこは掘り下げないでください。悲しみのミクチャラジオじゃないですか。悲しみのミクチャラジオなんて言わないでください。皆さん楽しみにしてるんですから。全国で膝を抱えてる。やめて。人たちしか聞いてない。違うんだ。いつも聞いてくれてる人は聞いてくれるんだって。この時間帯も。いや今日だけはちょっと。いや今日だけはちょっとじゃない。後でラジコで聞こうつって。やめて。後でラジコで聞く。確かにね、それもありがたい。タイムフリー、タイムフリー機能も確かにありがたいけれども、やっぱ Now で聞いてほしいよ。それはちょっと自分男だ本当。やめて。男の方行かないで。求めてくるから。求めてものすごく求めてくるから。ものすごく求めてきた。イブの夜に求めて。向こうはタイムフリーだってライブで来るから。やめて。12月24日だけども。なるほどね。一緒にこのね、やっぱりあのね、テーマね、自分の曲で、オリジナルの曲っていうことでございますね。すごいね。だから、あらかじめ早めにまあ、こうやって、ね、ネタの発表するということでございますけれども。はいはい、これ電話出演っていうのは生で、だから、アカペラで聞くってこと？だから我々、まあ収録だとは思うけど、我々はね。はい、その収録の時間帯にご連絡して、はい、なんかリアクション聞くんですかね。生で聞くの？嘘？どうなん？録音したのを送ってもらうのかな。だって、もともとミクシャラジオ、ミクシャにアップロードされてるやつを聞くわけだから、聞いてなんか、ね、インタビュー的なものかな。え、どんな気持ち？どんな気持ち？っていうの。変態じゃん。クリスマスの夜にそんなことすんなよ。どんな気持ちで作ったんだろう。いや、そんなこと言われたら本当私ライブの方行っちゃうんで。やめて、ライブには行かないで。あなたたちちょっとタイムシフトで本当に。タイムシフトやめて。タイムフリーで。タイムフリーでやめてよ、本当に。なので聞いてほしいよ。まあね、まあ、文化放送で。地上波で曲流せますから。そうですね。そんなにハードル低くはないですからね。そうですよ。この番組はきっかけでデビューなんてね。そうですよ。あり得るかもしれない。江口さん関係者が聞いてて、キラミユに楽曲提供ってあるかもしれないですよ。いい曲作るなーってなるかもしれないですから、うん。男性3人のユニットの曲って書けます？トリグナルだー。一人ラッパーがいるんですけど。ラッパーはいないです。ラッパーはいないです。長身のラッパーがいるんで、長身ラップパートも書いていただけますかって。ラップパートまあそうね、書いていただけたらありがたいと思いますけれどもね。まあ、本当にね、クリスマスイブの深夜なんでね。はい。もう、全力で待機していただきたいと思いますよ。わかりました。じゃあ皆さんこちら、クリスマスの夜、クリスマスの夢、自分の曲がイブにラジオでオンエア、こちらの方の第2回のテーマ、こちらよろしくお願いいたします。お願いします。皆さんぜひライブ配信に挑戦してみてくださいね。コンテンツについて詳しくはミックスチャンネルでご確認ください。以上、ミクシャラボでした。ミックスチャンネルインフォメーション。このコーナーではミックスチャンネルに関する情報をお伝えしていきます。アプリミックスチャンネルでは誰でも簡単にライブ配信や動画の投稿ができちゃいます。声、音楽、ダンスなど様々なジャンルに分かれた人気の配信が無料で楽しめて、リアルタイムで配信者とコミュニケーションができちゃいますよ。番組内で僕たちが出しているお題とのコラボ企画や番組電話出演をかけた企画も実施中。そしてなんと僕たち二人もアプリでゲリラライブ配信を行います。配信中にコメントをいただければ僕たちがリアルタイムでいじっていきますので、ぜひお話ししましょう。アプリの番組公式アカウントのファンに今すぐなってくださいね。公式ツイッターからのゲリラライブ告知もお見逃しなく。そしてここで今週の安本ひろき情報。何でしょう。安本さんが、うん、僕に履いてほしいパンツの色は、うん、はあ、意識高い系の白。以上、今週のミックスチャンネルインフォメーションでした。安本ひろき、江口拓也のミクチャラジオ。ミックスチャンネルは600万人が使う国内最大級のライブ動画配信アプリ。無料で人気のライブ配信や動画が見れたり、スマホ一つで簡単にライブ配信ができちゃう。ライブ配信では気になる配信者とリアルタイムでコミュニケーション。コメントやスタンプを送って応援しよう。さまざまなジャンルがあるので気になる配信も見つかるはず。アプリではたくさんのコンテストやオーディションも開催中。テレビアニメ出演権をかけたオーディションや、有名ボカロプロデューサーの書き下ろし楽曲デビューをかけたコンテストなど、夢を叶える企画も満載。あなたの楽しいが見つかるライブ動画配信アプリミックスチャンネル。アップストア、グーグルプレイで今すぐ無料でダウンロード。ミクチャで検索。
安本博樹、江口拓也のミクシャラジオ、そろそろエンディングの時間です。美しく入りましたね。いつかはヘイヘイヘイって何でしょうね。本当いろんなヘイヘイヘイがあるんでしょうね、うん、きっとね。さあさあ、この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は番組番号105-8000に文化放送安本博樹、江口拓也のミクチャラジオまで。メールの場合はミクチャアットマーク joqr.net までお送りください。ミクチャの綴りは mikucha です。そしてツイッターで感想をつぶやく際は推奨ハッシュタグシャープミクラジ、シャープカタカナでミクラジをつけてください。この番組のアカウントもありますのでぜひフォローしてください。アカウントはアットミクチャアンダーバーラジオです。カタカナでミクチャラジオで検索しても出てくると思います。はい、ということでね、まあ何の運命のいたずらか、12月24日にね、はい、このミクチャラジオ放送ということで始まりました、はい、テーマね、クリスマスの夜、はい、自分の曲がイブにラジオでオンエアで、こういう感じでかかります。はい。こういう感じでマイリトルラバーさんと並べて、すごいですね。ミリオンヒットと並べて。だからまあね、どれぐらい自分の曲を送ってくれる人がいるのかっていうのもね、気になりますけれども ね、うん、ねオリジナル曲って結構ハードル高いイメージがありますから、ね、かでも楽しみだな、うん、いろんなジャンルあってほしいな。そうですね、ゴリゴリのヘビーメタルとかあってほしいな。EDM とかあるかもしれない。やばい、アゲアゲなイブになりそうですね。でもね、まあ聞いてる人は膝を抱えてる人がほとんど。やめてそんなこと言わないで。その日だけ悲しみのミクチャラジオってタイトルが変わってるかもしれない。悲しみのミクチャラジオじゃないから。いつも通り楽しくか楽しい感じでお送りするから。全国で一人で膝を抱えてる皆さん、こんばんはから始まるかもしれない。やめろ、煽らないで、煽らないでください。おへいへいへいが来るよ。へいへいへいなラジオ。へいへいへいなラジオってなんだよ。今がへいへいへい、今がへいへいへいなラジオですからね。でもこれ大学の時かな、俺。あ、そうですか。多分大学でよく歌ってる子いたな、カラオケみんなで行った時。あー、なるほどね。僕らの時はもうカラオケって言ったらゴーでしたね。不動産のゴー。あー、なるほどね、うん、はい、ナルトだっけか、あれ。そうですね、はい、はい、ゴーでした。まあ男女っつってんだよな。男と女っつってね。訳すのやめてもらっていいですか。急にダサくなるんで。ねえ、まあね、こういった感じでいろんな曲もかけていきますし、皆さんのメールもいいですか。リクエスト以外も送ってくださっていいですからね。そうですよ、ドラフトの感想とかでもいいですからね。どんどん、あとチャンピオンズリーグの、ね、感想でもいいですからね。そうですね、はい、ぜひぜひいろいろ送ってください。それではこの番組のお相手は安本博樹と江口拓也でした。また来週。